はい、えー、店あたのなるほど、株大学、本日も始めていきます。今、撮影しているのがですね、12月の17日の3時38分、15時38分に撮影をしております。このチャンネルはですね、株式投資で勝率を上げていく考え方やチャートを読み取る方を、えー、お伝えするテクニカル専門のチャンネルとなっております。本毎日で1 0日経平均の解説や銘柄解説をしておりますので、ぜひ参考にしてみてください。僕のやり方と同ないけどね、1日10分の登場となっております。 まあその辺りの考え方とかね、メルマガにもお伝えしておりますので、ぜひね、登録してみてください。ちなみに、あの、リンクはね、概要欄に貼ってあります。ということでですね、まあ、本日も、えまた見ていこうと思います。またですね、日経平均から、あお話ししていこうと思うんですけれども、えーっとですね、まあ、日経平均、まあ、正直、動きは変わらずですね、前回高値、ね、こうやって、抑えつけられている状況で、 うんと、ま、下落するかもね、みたいな感じで、どっちかって言って多分、レンジ券になっていくよっていうお話をね、今までしてきて、まあ、日経って結局、まだ、あの、上値を固めて、ま、ほぼ、レンジというか、同じところで行ったり来たりしてるような感じですね。まあ、なので、このまま継続していくんじゃないかなというふうに思います。なので、えー、これは、見方としてはすごいシンプルで、下落でもし、ま、するんだったらば、 シンプルに20日線ですよね、これ。えっ、ー、とまあ、割、ま、でがあって、20日線の下にこうやって来たら、まあ当然下落を見ていかなきゃいけないんですけれども、まあそれ以外は、まあこの辺うろちょろするんじゃないかなっていうふうに思っていただければ、というようなところですね。なので、こういう時の日経平均って、まあ結構戦いづらいようなあことになってくるので、まあなんかあの、 なんていうんですかね、レンジ圏の時というのは無理して戦わなくても基本的には、まあなんていうんですかね、まあ相場休むのもすごい重要だよっていう話なので、あの、まあ僕の中でレンジの戦略っていうのもあるんですけれども、あの、難し、難しければ、まあ、あえてね、なんかトレードをしなくてもいいよって、まあそのような相場だと思っていただければいいんじゃないかなと思います。まあ一応ですね、ヒントになるのがニューク力ダウだったりするので、まあ、あの、なんか、昨日かな僕、珍しくですね、あの朝のテレビ見たんですけれども、やっぱ朝のテレビのコメンテ、まあコメンテーターですけどね、あの、なんで、 日経平均は、あの、経済が冷え込んでるのに上がってるんでしょうかみたいな話で。まあ、ニューヨークダウが上がってるからです。みたいなね。まあ、なんかそんなような回答だったんですけども、まあ、結果そういうことなんですよね。アメリカにはどうしても追随してしまいますので、えー、まあ、今、アメリカ株もね、そんな、こんな感じです。まあ、ニューヨークダウもこんなような感じですので、まあ、今、ちょうど割を固めているような状況。まあ、日本株とちょっとこのあたりの動きは似てるかなっていうところですね。 ここから上が,り上がってからの形っていうのはすごい似てるんじゃないかなと思います。なので、基本的に先行手法になるのはニューヨークダウンになるので、もしあの20日線でニューヨークダウンが割ってきたら、まあ、下落だし、もしかしたらこのままね、えー、と今3万154円が強化あなんですけどもうちょっと と上が、えー、っと、高値が3万236円とかつけてるのかな。なので、えー、その3万200円ぐらいを、まあ、2億ダウンで、ね、超えていくようならば、もうちょっと上かな。まあ超えていくようだったら、まああの日経平均も上がっていく可能性があるんじゃないかなと。まあ多分、結構上値硬いと思うんですけどね。ちょっとまあ、それは相場に聞いてみてもわかんないです。まあ、上値は硬いと思ってるんですけれども、どっちかって言ったら臨時または下落で見ていく方が、まあ一応いいんじゃないかなとは思ってはいるんですけどね。 はい。僕はそういう風に考えてますので、難しいなと思ったらですね、ま、ぜひ、あの、なんていう,んだうまあ、うまく、あの、むずあの、トレードしづらいなと思ったらやめるっていうね、あえてトレードしないっていうのも一つの戦略ですよっていうのを覚えておいていただければと思います。はい。ということでですね、一応、あの、ちょっと告知も踏まえてですね、またお話ししようと思うんですけども、はい。 はい、こちらです。えーとですね。じゃズオンラインさんの方でですね。えーと、まあ、あの、セミナーさせていただきますよ、ということで。まあ、あの、まあ、簡単に言うと、お呼ばれしてお話ししていきますよ、みたいな形でですね。これ、えー、明日です。えー、12月18日の17時から18時の間、ということで。一応なんか、考えてるのは、多分講義、まだ僕資料作ってないんですけども、あの、講義15分ぐらいの、まあ、質疑応答45分ぐらいみたいな感じですね。 まあそんなところを、まあ見ていければいいんじゃないかなと思います。えーまあ、今回ちょっとやろうと思っているのが、まああの2020年の振り返り2021年のポイントみたいな感じなんですけれども、まああの、 なんていうですかね。まあ、鉄板で上がっていきやすい、下がっていきやすいパターンってこうだよね。で、実際これが実例こうですよね。みたいなことをお話ししていきながら、まあ、2021年にこういう相場になったら、ま、こういうところがエントリーチャンスで、こういうところが、ま、ディグイポイントだよね。みたいなことがお話しできればいいかなと。まあ、そんな風に思っております。えっ、ー、とですね。以上、あの、締め切りに関してなんですけども、明日は直前の直前まで大丈夫ですので、まあ、あの、どうやら随分人はいるみたいなんですけども、あの、ちょっと僕何人が申し込んでるかちょっとわかんないんですけどね。あの、随分人はいるってわけを聞いているんですけど、また なんか余力あるみというか、直前というよりも、あのやってる最後でも全然、やってる最中でも問題ないみたいなのですので、まあ、そんな風に思っていただければいいかなと思います。こちらの,あのご案内っていうのもですね概要欄に貼っておきますので、ぜ、え、ひ、ー、ここからね、ポチッと申し込みしていただけると OK ですよというような感じですね。はい、こんな感じで出てきます。まあ、そんな風に思っていただければと思います。 はい。では、そういうことでですね。本日もいろんなご質問ありましたので、そちら回答していこうかなというふうに思います。まあ、先日撮ったのがですね、まあ、朝、朝一番に起きたというか、あの時正直、あの、寝ないで行ったってだけなんですけど、ね、あの、12月15日、あの、早朝ですね。早朝に撮った動画。まあ、それに関してですね、まあ、いろいろ、あの、コメント。 またいただいておりましたので、ちょっとね、返していこうかな、というふうに思います。はい、ということで、じゃあ、しょっぱらまた行きましょうか。えー、まあ、ピーサピーさんの質問ですね。えー、日経平均がレンジの時、あえてトレーダーにしないという戦略はありでしょうかもう、大いにありです。あの、レンジ券の戦い方ってあるんですけれども、まあ、僕も、実際ですね、利益上がったこともあれば、あの、まあ、利益、正直、勝率はめちゃくちゃ高いんですけど、あれですよ、コツコツドカン型になりがちなんですよ、僕の、あの、レンジのトレードって。なんで、僕、だ僕が下手っぴピナーだけなんですよね、レンジを。 なので、まあそういう僕の経験も踏まあまあ苦手だなというような相場感であんまりやんなくていいんじゃないかなというようなところですね。なので、あの、トレンドやっぱトレンドフォローっていうのが基本的になんか鉄板なノウハウっていうかね、あの、上がるときにはちゃんと入れていくっていうことがすごい重要かなと思いますので、ぜひね、まあチャレンジし、まああの、いや、難しいなというときはやんなくていいんじゃないかなというようなところです。はい、じゃあ次行きましょうか。えーっと、今村さん。 2個あれですね、えー、まずオムロンですかね。えっ、ー、と、オムロンどうなんすかっていうので、えっ、ー、と、オムロンが上昇トレンドを締め形成に見えます。明日、だから今日かな ?16?16? 16? あ、じゃ16、昨日か。えっ、ー、と、昨日20日戦の上に、えっ、ー、と、要線だったらチャンスなんじゃないかなと。まあ、じゃあ実際見てみましょうか。まあ、チャンスかどうかっていうのはね、まあ見れば一発でわかるので、えー、っと、ああ、そうね。ああ、なるほど。えー 確かにチャンスではあったけど、多分、この時点、15日の時点だと、多分15日の時点ではこういう状況なんですけれども、この時点で、今5日線が結構、20日線の下に潜り込んでしまってるじゃないですか。かこういう時って、まあ、もちろん上がることはあるんですけど、できれば20日線の上にあってほしいんですよね。なので、潜り込んでほしくない、あんまり。 なので、まあそう見ると、実際これ潜り込んじゃってるので、うん、まあそうだな、うん。まあ潜り込む相場は、あんまり、あの、上がることはも,もちろんあるんですけれども、こういうふうにじゃあ上がってるし、ただやっぱ20日線の下に5日線が来る場合っていうのは、そんなに相場は、まあなんだろう、あの、鉄板パターンではないよ、という,うふうに思っていただける。まあちなみに入れるなら今日ですね。今日さっきの時間帯に入れるのは、まあありかな、ぐらいな感じで、うん。まああんまりおすすめはしないですけどね。まああの、入れるのは全然ありかなっていうところです。 ではもう一個ですね。SBI、えー、SBI を打診買いしました。まあ17の朝なんで、えー、17の朝って今日か。今日ですね。えー、20日線を支えられた、えー、陽線だったので、とりあえず見てみましょうか。うんと、どうかな。SBI。もう残ってはなかったと思うんだよな。あー、なるほどですね。あ、これ、今日の寄り付きで、寄り付きでもこんだけ窓開きしたらあんまおすすめしないですけどね。 うーん、あんまりここで入れるのは今日はお勧めしないですね。でもこの時点で、昨日の時点だとおそらく5日線が右上向いてないので、こういう状況ですね。まあ微妙、微妙に多分向いてない、あ、向いて、多分向いてないと思うんですよね、この時点だと。あ、向いてるかな。若干向いてるか。若干、まあ向いてるか。向いてるけどこれも一緒ですね。20日線の下に5日線がある状況なんで、これはちょっとまあ、あんまりお勧めしないかなっていうところですね。うん。 か僕は、あんま、あまって絶対ですね。絶対2日線の、下に5日線があった場合っていうのは、もう完全に見えてる場合、重なってる場合とかだったら考えるんですけど、見えちゃってる場合っていうのは入れないですし、あの、ギャップアップした場合っていうのは基本的に相場が強いんで、あの、買いのタイミングではあるんですけれども、前回とかに近いわけですよね。平和3000円っていう近い単位になってくるので、で多分寄付で入れられましたっていうところなので、えっ、ー、と、入れたのこの辺だと思うんですよ、ざっくりと。ほんとざっくりとこの辺だと思うんですけれども、まあ、もうちょっと下かもしれないですね。 ただ、これってあの、いわ、なんてんですかね。えっ、ー、と、まあ、どこで損切りするかによるんですけれども、仮に20日線で損切り設定したときに、まあ、いわ3000円と、うんと20日線この辺なんで、どっちかって言ったら、その、まあ、1対1または損の方が割合でかいかな、みたいな感じではあるんですよ。なんで、こういう時っていうのは、まあ、そんなね、エントリーを積極的にやらない方がよろしいのではないかと、ね。いうなところです。はい,い、じゃあ、次行きましょうか。えー、ぼ、ぼさん。これ、ぼうってどういう意味なんですかね。 なんか、麻雀の防杯なのかって一瞬思っちゃいました。まあ、そんな話はどうでもいいや。えー、N 型のエントリーの質問です。えー、日本電産12月16日にインさんが出ました。えー、12月17日に良い形が出れば、エントリー検討していますが、えー、12月14日頃から、えー、5日、20日が平行して上昇しています。このように20日線に弾かれずに、平行しながら陽線が出た場合でも、円高コーイ婚経やった人は、えー、どうでしょうかということで、まあ、見ていきましょうか。確かに、弾かれないと、ちょっとなんか嫌だなとは思ってますよね。 ああ、でも、いや、これも結構弾かれてると思います、実際。だから、ここも弾かれてるし、ここも、まあ、なんだろう、まあ、平行っていうか、こういう20日線のところにですね、まあ、支えられてるって感じですね。こういうの。こういうのがあれば全然 OK なところ。でも、入れるとしたら今日ですね、今日完全に鉄板パターンですね。ここはもう、入れる人は全然入れていいんじゃないですか。で、前回高値はここなんで、ここまで、まあ、だい大体この辺。で、まあ、損切り大体この辺。で、設定しておけば全然、あのー、リスクデワード的にも全然いいかなと思うので。はい。 まあ、いいと思います。まあ、今日、今日ですよ、ね。今日、先ほどエントリーとかだったら全然、むしろ綺麗、綺麗な形なんじゃないかなっていうところ。はい、じゃあ次行きましょう。えやひろさん、えー。僕のおかげで少しずつエントリーのタイミングがわかるようになってきました。よかったですね。はい、えーっと、 日本電算はさっきやったので、これはもう絶もう鉄板パターン。これは入れるのは全然 OK ですね。で、損切れに設定ちゃんとしておければ、あの、なんだろう、あの、わけわかんないことにならないので、まあ、利確のポイントと損切りのポイントですね。で、まあ、上がっていく可能性の方が極めて高いかなと思います。で、ただ下がってしまうこともあるので、日本電算に関しては、もう、あの、切るところではちゃんと切んなければいけない。それやんないと、あの、損が広がってしまうので、っていうところですね。えー、で、あと、村田製作所。えー、と、エントリーは、要線がまだ弱いので、試しに少し入れましたと。 いうようなところかなと思うんですけれども、6981、あー、あ、まあまあ、同じようなチャートですよね。これも、うん、うん、こう、でもこ、さっきの多分、日本電産の方がいい気がする。要は、これあの、チャートの形はほぼ一緒なんですけれども、前回高値。まあ、これちょっと出っ張ってるんですけど、多分前回高値はこっちです、えー。なので、あの、前回高値と、 幅が開いてる方がいいんですよね。押し目押しめ型に狙っていくときっていうのは。だ、どっちかって言ったら日本電産の方が開いてるかな、という感じですね。まあ、ほんとビビたる差ですけど。多分これ前回高値た、多分こっち側になるんで、ちょっとそう考えると、うーん、なんか、あの、前回高値ちょっと近いよなって、村田製作所の方が近いかな。それまあ入れていくタイミングは全然いいかなと思うので、あとはリ、リグインを通していくからですよね。だシナリオ的には多分日本電産の方がちょっと上がりそうですけど、実際あの、 これでね、じゃあ日本電産に全力だっていうのはちょっとやっぱ取りづらいのね、まあ半々ぐらいに入れておくのは僕ここは全然ありかなと。形としては両方綺麗だと思います。はい、じゃあ次、えー、安藤さん、えー、クックパッドを、えー、と、W の右辺狙いで、えーと、エラ、エラーエントリーしたんですけど、予想とは違う形となってしまったので、損切りしました。とこの後出てこないから、ちょっと見ましょうか。えーと、クックパッド、全然追ってない名画だからさすがにちょっとわかんないな。えーと、クックパッド2193。 ああ、なるほどっすね。W の形って多分ここで W の形を狙おうとして、多分この辺11ってこれかな。ここでエントリーしようとしましたっていう感じだと思うんですけど、15に損切り。いやー、別にこれぐらいだったらキープしていきやすいけど、あの、なんだろう、W の形で狙って、これは、なんか、あの、多分こっから上がっていきやすそうな感じのチャートにはなるんですよ。だから、そこね、 切り上げてて、W 形成していて、で、W の右辺っていうのは、あの、20日線に支えられてるのを見た方がいいですね。なので、これ W 刻んで、まあ、上がるとしたらですよ、こうやって上昇しました。で、ここで入れていくっていうと、多分20日線まだ右下向いてるから、ここはちょっとまだなんですよ。で、えー、ここで一旦下がりました。 この15日、16日16日の時点で20日線にこうやって支えられてちょうど陽線出てきましたら、この辺りで入れていくってありですよね。ただ前回高値はこんなところだと思うので、これを超えてくんないともちろんあれだから、揉んじゃったら微妙。でもこれ上がっていくときっていうのはブイーンって上がっていく傾向にありますので、あの20日線にこういうふうにですね、支えられてるっていうのを見た方がいいですね。W の狙い方のポイントになります。えー、じゃあ、村田生息場の話はさっきしたから。じゃあ次行きましょうか。えー、とですね、じゃあ行きましょう。えーと、ふ、 のメドピア60、6095、メドピア。えー、っと、えー、W 上辺から N 型と判断してエントリー。まあ、ちょい見てみましょうか、うん。見るのが早い。こういうのは。 6095メドピア。ああでもこっちじゃないかな入れるとしたら16日の方がいい気がするけれども。ちょっとほら、ここで入れるのはあれですよね。今日、入れるタイミングを見逃しちゃったけど、7000円が全開高ね。これ全開高で近すぎだから入れるとしたら16日。まあ16日1本ですね。あ、まあだから、うん、16日って書いてあります。なんで、16日円とするんだったら僕は全然いいかな、というふうに思います。はい。 ちょっとごめんなさい。ちょっと僕の時間の都合上、これが最後にしようと思うんですけど。ごめんなさい。本当は全部会社員ですけど、ちょっと時間、今日、本当にちょっと時間パツパツで。すいません。えー。ということで、じゃあ最後、マッスルさんの質問ですね。はい。じゃあこれ最後にします。えー、VQB、えっと、明日陽線っていうのは、あれかな日時、今日か。今日陽線だったらエントリーしようと思うんですよ。 えっと、空売れにやるときは少し条件が揃うまで。でも条件はいろいろ揃ってた方がいいですよ。あの、な、なんかぬるいエントリーで利益得るって、まあ全然あるんですけど、やっぱ根拠のあるエントリーをしていかなきゃいけないですね。だからそこは麻雀と感覚一緒です。あの、<laughs> ぬるい打敗でね、結局、あの、振り込んだ方が痛いわけなので。 っていう感じですね。なんンまあ、これは、いる、いるとしたら今日じゃないですか。全然今日エントリーは全然アイだと思うんで。これなんて前回高ねとね、すごい離れてるから。まあ、多分前回高ねこの辺。前回、あんで、20日戦終わった時の尊厳ポイント、この辺。リスクリワード最高にいいので、V キューブとかすごい良いかなというふうに思います。はい、ということでですね、えっ、ー、と、ごめんなさい、ちょっと僕の時間と都合の兼ね合いで、ちょっと今日はここまでになるんですけれども、えへ、ー、と、まあ、この後も、あの、なんか、あれですね、えー、今日の動画見てですね、まあ、こう、こ こののの柄ーとかね、まあ、そんなな全然、OK、なのでぜひコメント欄にいろいろ残しておいていただければと思います。ということで本日の動画はここにて以上になります。この動画は良、ね、かったと思ったらぜひ高評価ボタン押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あと皆さんのコメントね、たくさん待ってます。ということでありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。LINE、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。